こんにちは。初めて買ったキャディバッグにゴルフクラブの入れ方についてご紹介していきます。さあ、ゴルフを始めたのはいいけど、キャディバッグにゴルフクラブをどんな順番で入れたらいいのかわからない。先輩や人に聞くのもちょっと。大丈夫です。簡単に覚える方法があります。キャディバッグの口枠に稲妻をイメージしてください。なぜ稲妻なのか、これから解説していきますね。4分割からご説明していきます。まずキャディバッグの正面と背面を把握します。キャディバッグの正面はハンドルがついている側です。ゴルフクラブをキャディバッグに入れるときは、バッグの背面を自分の方に向けて置きます。スタンドバッグなら足がついている側です。これは4分割だけでなく、どの口枠数でも同様です。ゴルフクラブを入れるときにキャディバッグの背面を自分側に向ける理由は、ゴルフ場のカートにバッグを乗せたとき、背面が同じように自分側に向いているためです。アメリカではゴルフカートに乗せる向きが日本と逆になるので、バッグの正面を自分に向けてクラブを入れていきます。それでは4分割のキャディバッグの場合について、口枠の奥から次の順番でゴルフクラブを収めていきます。ウッドからウェッジまで稲妻を描くように、長いクラブから順にをイメージしてください。なぜ奥から長いクラブの順で並べるのでしょう。手前にウッドのような長いクラブがあると、奥のクラブが取りにくくなるからです。合理的な理由ですね。奥の口枠1にはウッドやユーティリティ、左の口枠2にはミドルアイアン、右の口枠3にはショートアイアン、手前の口枠4にはウェッジ、パターは1か4どちらでも構いません。ラウンド中はゴルフカートのパター専用ソケットを使用しますので。4分割キャディバッグクラブの入れ方は以上です。ちなみに私のクラブセッティングはこんな感じです。ドライバーと5番ウッドはブリヂストンの J715 と J15F、 4番アイアンはテーラーメイドラックフォージドアイアン CB、 6番からピッチングウェッジまではタイトリスト T200、 52度はナイキ SV、 サンドウェッジはテーラーメイドラック LT、 パターはピンカールステンアンサー 2i。 5分割から14分割までのキャディバッグゴルフクラブの入れ方については次のようなイメージです。ロングアイアンは使用頻度が低いため割愛します。5分割の場合、5分割の入れ方は1番ウッド、2番ショートウッドやユーティリティ、3番がミドルアイアン、4番ショートアイアン、5番ウェッジとなります。6分割の場合、6分割は1番ウッド、2番ショートウッドやユーティリティ、3番ミドルアイアン、4番ショートアイアン、5番ウェッジ、6番ウェッジとなります。7分割の場合、7分割は1番ウッド、2番ショートウッドやユーティリティ、3番はユーティリティ、4番ミドルアイアン、5番ショートアイアン、6番ウェッジ、7番もウェッジとなります。8分割の場合、8分割は1番ウッド、2番もウッド、3番ショートウッドやユーティリティ、4番もユーティリティ、5番はミドルアイアン、6番はショートアイアン、7番ウェッジ、8番もウェッジとなります。14分割の場合、
14本のクラブを完全に仕切る究極のトップカフが14分割です。移動中クラブ同士がぶつかることはほぼありません。14分割の場合だけは1から14まで長いクラブの順番とは限りません。奥から中央エリアに長い番手、左右のエリアにアイアンとウェッジを入れていきます。実際にラウンドを重ねながら自分が使い勝手いいようにアレンジしていきましょう。これからゴルフを始める人はまず口径が大きめのキャディバッグがおすすめです。そうしてラウンド経験を重ねていくうちに自分に合う口枠数の検討がおのずとついてくると思います。 Have a enjoy your golf life。 ご視聴ありがとうございました。